ここでカメラ使えないの？皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。ポケモンバイオレットやりましょうか。さて、前回四天王のあるね、チリちゃんとかでやっつけたんですけど、今回はね、四天王3人目青木さん倒して戦いたいと思います。さて、戦う前になんだけど、どうしようかな、ちょっと回復しとくか、ポケモン。うん、みんな瀕死なんだよね。やばい。回復アイテムがもう9個しかない。やばい、これ足りねえかもしんねえ。さあ、みんな回復しました。回復したけど結構きついぞ、これ。さて、青木さんの今ノーマルタイプの使い手なんでね、ちょっともうボコボコにしてやろうかと思います。もう許さねえ、俺は。はい。というわけで今日も四天王戦の続きやっていきましょう。今日は3人目、4人目、チャンピオンいけるかな。さあ、四天王は青木に勝負挑みますか。はい。最後もか。青木さん、あなたでしたか。久しぶりです。面倒なことに四天王も兼任なんです。大変やね。サラリーマンしてて四天王もしててジムリーダーもする。忙しいね。ジムでは自分と似ているノーマルタイプを使っていますが、ちょっと待って、ここでは違うタイプでやれと お上から言われておりまして、文句があればトップにお願いしますね。ちょ、それ聞いてないけど今ねえ、ずるくないですかそれ。さあ、勝負しましょう。それでは業務開始、よろしくお願いいたします。よろしく。いや、きついぞこれ。さあ、青木さんねえ、ご飯食べるの大好きです。またご飯おごってね。四天王青木、勝負といこうか。さあ、使ってるポケモンはトロピウス、草タイプの使い手か。これはまあ、草だったらいいでしょ別に。さあ、トロピウスって草飛行だっけ。この度は飛行タイプでお世話になります。飛行かい。ちょっと飛行はきついって。完全にノーマルタイプで来ると思って格闘タイプを出してくる俺に対しての完全メタメタのメタですよ、それは。メタメタのメタのメタ。普通に辛いやつですね、これは。さあ、保健師行きましょう、いきなり。俺は怒ってるので。怒んじなので。怒ってるポケモン抱いたら、ガチで倒していきたいと思います。保健師。さあ、すべてを焼こう。やつを焼こう。日本バレありがとうございます。これ、アドです。爆アド来ました。行こうか。エアスラッシュ。ひるむな、ひるむな、ひるむな。よし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 。クリアソング、まあ、さあ、トロピウス。炎のダメージ、バチバチアップしてるので、最強です。さあ、やっつけた。いや、まず1匹目ね。晴れてるから、なんか使っていくのかな、晴れてる系の技。ブックホーク。トゲンジ、いけるとこまで行く？もう、俺怒ってっから、今。前回四天王ナメプをしたところ普通に負けてしまったんで、今回の俺はナメプをしないっていうところ、そこを大事にしていきたいなと思います。でもフレアソングの PP が結構きついんだよな。さあ、ブレイブバード、痛いぜ。さあ、これをやっつけれるでしょう。ここもフレソング、わあああああああわわわわわ、よし。さあ、2体目撃破。いや、良い感じ、良い感じ、良い感じ。さあ、2体やっつけて、次ガンガン行くぞ俺は。チルタリス、もうそのまま行くよ、決まってるだろ、買ってこいや。さあ、チルタンだお、かわいい。さあ、チルタン、うーん、まあここはどうしようかな。うーん、ハイパーボイスとか歌っとくよ、とりあえず。リュウハ入るかな。死にそう、生きる。俺はね、もう怒ってる、全部やる。いや、耐えよるか、耐えよるか。それ普通に、普通に勝てると思ってた。上あかんな、体力耐える。来たぜ、ダイダロ悲しめませんまいと持ちこたえた、ありがとうございます。最後はボイス、良いかな、良いかな。さあ、これ耐えてくれたってことは、もうでもここでポケモン交換しよう。さすがに素早さ遅いので。さあ、日差しが元戻った。踊り、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 何何色かな。踊り、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 どうしよう。踊り、踊り、踊り、赤色だと読んでいく。赤色だと読んでティン出そうかな。赤色読みね、これが。男は黙って赤色読み。俺赤の好きだから。ねえ、ティンも赤だし、俺の髪の色も赤だし、靴も赤だし。行くしかないっしょ、踊り踊り。色は？え、黄色だったよ。黄色ってなんだっけ、電気だっけ。ねえ、最悪だよ。最悪やん、これ。相性終わってるけど。いきなりミスだよ。ミスですね、これ。どうしようかな。これは、潮きとこ出しましょう。あかん。タイプ相性、これ負けました。ね、この青木さんの鬼のエースポケモンなんだろう。さあ、目覚めるダンス、バヤー。どういう効果、目覚めるダンスって知らねえけど、とりあえず塩漬けしましょうか。あと2匹が目覚めるダンス、バヤーっす。さて、これやっ
もう一発耐えるかな、なんとか。さあ、効果抜群。いや、痛いっすよ。し、いいぞ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 。塩漬けの塩に鳥は塩で食う食べるな。さあ、メザダウン、メザダウンばっかしていくんだこいつ。耐えるでしょ GP。 よし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 。いや、今回ね、正直言って元気のかけら使いたくない。確かに俺そんな持ってなかったから、ポケモンやられてもやばいっていうのが今実情だよね。誰も知らないでほしい。カラミンゴ、カラミンゴ格闘飛行だよな。え、格闘飛行って何が効く？きつ。格闘飛行、え？え？格闘、うわー、格闘ついてるのきつ。ティーンいけるか？ティーン、トリプルダイブやってくれっか。いや、きついな、味ぶっちゃけどれも。いや、ほんとどれもきついわ、これ。スペースも早いもんな、あの子。ね、ついばんでも、いや、ついばむか。ダブルウィングでいいな、ダブルウィングで。飛行に対して飛行って、今一つなんかな。わかんねえ。さあ、プリプリ行こうか。プリプリするな。右肩上がりの強さですが、これは楽できませんか。ねえ。さあ、カラミンコ。俺の元相棒です。スレション。さて、あ、抜群だよな。よかったよかった。さあ、ダブルウィング、レベル60ね。髪が乱れますが、風向きを変えましょう。もう乱れてるみたいな髪型してるけど、風が暴れてます。グオーンチュン。さあ、カラミンゴがテラスト、その姿は何タイプ？これ飛行タイプ。頭に風船ついてます。地面向こう。でもダブルウィング外すか。ここで外すか。俺、先輩風吹かせましょうか。少しばかりご注意を。やばいって、ブレイバー。うーん、いき、これ次のターンでやっつけるたい。あー、これ抜群消えたんか。いや、マジで今ミスったんないって。ほんとカラビンゴガンプー、とりあえず。あー、やっつけれんかった。元気とかけらまた1消費やな、これ確定で。インファー、苦しい。これまあ、スパイサー下がって、防御力特防下がってるので、もう次何でもやっつけれますね。どの子出しても勝てる。いや、きついこれ。さて、レベル上げたい子誰って言ったら、ピューボール。いこうか。君しかおらん。ピューボール、ピューボーボーボー。君が落としてくれね。え、巨剣突撃、かっこいい音できるよ。そう、ナイス。よし、魚ミンゴやり。青木さん撃破だ。いや、強いな地味に青木さん。さて、青木やっつけたよ。ふん、業務お疲れ様です。飛ぶ鳥ポケモンを落とす勢いですね。頑張りました。飛行タイムの使いで確かにいなかったもんな。見違えました。トップが気に入るわけですよ。次は最後の四天王です。最後の四天王誰かわかるよ。ハッサンでしょ。あ、やっぱそうだね。ハッサクさん。ハッサン。美術の先生だもんね。あれ、いない、来ませんね。学校いる今。聞こえてへんのちゃいます？夢中なんかな、芸術に。ハッサクさん、どうぞ。いや、来ない。青木さん、もうちょっと声出さんと。ハッサクさん、ダメだ、声が出てない。あっさくさん、出番やでー。あ、チリちゃん。あ、来た来た。なんか電話で言うんや。結構奥廊下長いで、ここ。大太郎くん、よくいらっしゃいましたですよ。あ、授業でもいつもお世話になってます、先生。青木はまたチリに呼ばせましたね。てん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 。どんまい。さあ、次がラストだぞー。最後の四天王はハッサクさん、どう攻略するか見ものやな。おじいちゃんに勝つなんてすごすぎです。だろ、ハッサクさんの説教長いんですよね。長いんで、ちょっと回復しようか。元気のかけらがもうあと4つか。足りるかなこれ。よし、回復しました。まあ、すごい傷薬とかまだ残ってるからね、そこは大丈夫なんだけど。さあ、ハッサクさん何タイプ使ってくんだろうな。
ぶっちゃけ読めねえんだよな、ほんと。幅広い、かつ強い塩キノコでいくか、一発目は。よし。よろしく。発作に挑みますか。オッケー。さあ、これが四天王だ。あなたたちならいずれ、あなたならいずれ、ここまでたどり着くと思ってましたですよ。若い目の成長は、本当にね、著しい。これほどまで早く合間見えることを、想像をはるかに超えました。ネモさんいないかな、こんな早いの、1年生。本来教師とは教え子を導き、その成長を助けるもの。ですが今は、教育者としての本分は忘れ、あなたを倒すだけだ、倒すためだけに、この力を振るいましょう。ねえ、かっこいいな、八作さん。実績テスト最後の砦を守る竜八作ドラゴンタイプ猛然たる勝負の息吹を身をもって教えてあげましょう。確かにやばいって。確かにパイセン使ってたもんな。絶対ガブリアス使ってくるって。八作、四天王最後の砦、オンバーン。ドラゴンタイプの使い手だ。ちょっと待って、ドラゴンはやばいよ。本気でかかってきなさい。全力で迎え撃ちましょう。行くぞ。いや、まあ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 、塩漬けがあるからね、最初は。怒りの前歯はやばい。サイド体力強制半分。そんな、それほどまでにやばい技。よし。これ塩漬けもう一回でいけるかな、多分。次の攻撃耐えたらいい。耐えれんかったらだるい。オンバーンだけでも倒したいね、とりあえず。竜の波動、耐えろ耐える、ナイス。塩キノコは硬い。まあ、一匹一冊ぐらいの目標でいこう。とりあえず回復アイテムあるから、なんとか相性のいいポケモンでね、絶対倒す、抜群取っていこう。間違いなくいくぞ。はい。ピューブルがマジいいよね。ドラミドロって素早さ速いか遅いか分かんねえ。何タイプか分かんねえ。毒だっけ、毒ドラゴンだっけ。やばい、毒ドラゴンってドラゴンと氷と地面ぐらいしか分かんねえ弱点で、とりあえずもう行こう。分からんから行こう。お前を倒すぞ。毒だったよな、タイプ。あ、分かんねえ、初めてだもんな。まあでも確実に ドラゴンは効く。曲に突撃、一撃でやっつけられなかったら俺は負ける。でも男はね、リスクを背負って戦うんだ。いったれー、おーし、よしよしよし。毒の時、きつい、毒浴びた。ここで終わってほしくないぞ。さすがにフューブル、もう一発ぐらい頑張ってほしい。もう一体ぐらい。いかれへんか、もう一体ぐらい。頼む。ねえ。さあ次、アップリュー、アップリューか。いやー、どうしよう、このままいけっしょ。アップリュー、かわいい。アップリューって何タイプ、わかんねえ。ドラゴンだよな。ドラゴンとなんだろう、草かねえ。カジッチュ草だったっけ。カジッチュが草ドラゴンだったはずだから、氷4倍だよな多分。いや、違うかった、どうしよう。違うかった、どうしよう。どうしよう、多分4倍。頑張れ、氷の牙。よしよしよし、ナイスナイスナイス。お前がエースだ。お前はこの戦いで途中で進化したスーパーエース。マジで君しか勝たない。大爆発を覚えたいし。ダメだろ。わ、覚えん。そんな悪い技覚えん。よしよしよし、いいぞ。毒のダメージ食らってる。次、オノノクス。オノノクスはきついな、さすがに。オノノクスは、まあ、ドラゴン単体だったっけ。だけど、あの素早さが結構速いはずなんで、ちょっときついかなと思う。やられちゃうと思う。え、ドラゴン単体のポケモンってどうやってやっつけたらいい、俺たちのパーティーで。無理じゃない、ガチで。どうしよう。激鱗、いや、激鱗でいこう。切れ字の激鱗しかない。これしかない。これしかない。これ最強かもしれん。マジだ、切れ字だ、切れ字。覚えててよかった。俺のガブリアス、いくぞ。倒してやるぜ、敵のレベル高くてもよ。まだいける。ドラゴンクロスバイス早えな、やっぱ。いて、100食らってる。激鱗。一撃では倒せん、やばい。ドラゴンクロー、ナイスだぜ。危ねえ。
さあ、なんとか撃破、おののくす。なんか思ったよりちっちゃいな、おののくす。いや、めんどくせえポケモンだよ。さあ、ビヨンちゃったよ。キリジありがとうな。なんとか耐えてくれたよ。マジでありがとう。ナイスファイト。シラー、あ、セグレイブってセグ、シラーじゃねえ。シラーじゃねえ。ピューブルやん。ピューブル、ドラゴン氷、え、ドラゴン氷って何弱点ドラゴン、格闘効くよな。インファイト効くけど、ドラゴン氷、炎等倍。え、アームハンマー、いやもうきついきついきつい。氷やから、岩風効くか。岩風効くから、プリプリで行くしかないな、ここは。セグタンかよ、セグタン。勝てるかしら、私。こいつ強いぞ、普通に。合格まで、もう一匹ですよ。頑張れ頑張れおい、真剣にやれよ。俺は本気なんだからよ。ラスト一匹のポケモン。よし、抜群。タイプ相性のこと、しっかり分かってる。来るぜ、テラスタルジュエルを。その冠に、大いなる竜よ、降臨なさい。さあ、出てくるぞ。寂しい。かっこいいな、今のキリッとしたポーズ。さあ、ハッサン。ハッサクさんの、テラスタル。頭に、もう一匹のドラゴンが。ドラゴン、オンザドラゴン。さあ、カンプ。いや、全然効かん、バカだろ、これ。違う、ドラゴンタイプ単体だったからか。待って、オーマイガーオーマイガーオーマイガー、素早さ今負けてた、いや勝ってたよな、勝ってた勝ってた、ねで素早さ今下げたよな多分、ね、え下がってた今、特性で下がったかなかったかな、え大丈夫だよな、やけど状態になる、怖向こうは、えこれはインファイトじゃない、え違う、ピューブルにはピューブルで行くか、巨剣突撃して勝つしかないなこれ、頼むぞ頼むぞ頼むぞ、巨剣突撃しよう、セグレイブ、お前を倒しに俺は来た、行くぞ、巨剣突撃、せい、背中でドン、よしナイスナイス、エースポケモン爆弾、いや経験値高ー、やばすぎるやろ、ハッサン、おつドラゴーン何やその叫び声、ドラゴーンって、勝った勝った勝った、チリちゃん拍手してくれてる、ほんまやってもうたで、あらまー、おおって素晴らしい、いや泣いてる、ハッサクさん挑戦感動じて、うぼー、おい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 、サクウジちゃん泣かないで、いい子いい子ですからねポピーちゃんポピーちゃんポピーちゃん優しい子だ、いい子いい子だすまんな大だな、うちらの大将たまにこうなってしまうんや、だって仕方ないじゃないですか、で代わりに進行するけど、チャンピオンテスト二次試験実技テストはどや、文句なしの合格や、よかった、カチカチでーすだろ、はーいよく頑張りましたおめでとうさんって言いたいとこやけどな、チャンピオンテストはもうちょっとだけ続くんや、お次がいよいよチャンピオンテスト最後の関門、奥の扉見てみ、うちらのスーパー総大将最終テストの試験官はこの先で待っとる、四天王をその実力で腕ずくかき集めたチャンピオンランク最強の トレーナーや、まチリちゃんに勝てたら自分なら楽勝やるけどな、え、おもだかさんだったっけ、あの人かな、で、ネモさんかな、どっちだろうな、サービスしたるから負けやないでって、え、回復してくれた、ありがとうございます、お兄ちゃんのポケモンポピー好きなのでーすだろ、だからね、頑張れてしますの、グッド竜は一寸にして焦点の木あり、で青木さんに喋らせてあげて、うん、おお、びっくりした、いつの間に復活を、あなたならきっと成し遂げることでしょう、任せろ、さあ行きなさい大堕落、その小さな手で大きな勝利を掴んできなさい、ハッサクさんかっこいいな涙もろくて熱い人や、青木さんも今日バトルありがとうな、
グッドラックです。あ、それ言いたかったよな、本当さっき。ね、チリちゃん、よっしゃ、大だな。今世紀最大の決まりや。頑張るで、ほんま。最終試験行ってらっしゃいなんですよ。頑張ってくるね。最後の試験官は強い。ですが、あなたも十分に強い。物おじせず、平常心で立ち向かうのですよ。大丈夫かな、俺。勝てるかな。やっぱでこの先ネモかな、待ってんの。そんなこんなことはわからないけど、今回ここまでにしましょうか。さあ、俺のパーティー。で、今こんな感じです。レベル65位が、なんとか3体まで来ました。まさか塩キノコが最終パーティーまで来るとは、思ってなかったんだけど、いい感じですね。さあ、次回、ついに激闘熱いバトルが始まると思います。俺はマジで勝てるのか。勝ちます。誰で行こうかな、戦闘。次回、ね、誰が待ち受けるかわかんないですけど、チャンピオン。その人と戦っていきましょう。とりあえず四天王戦、皆さんお疲れ様でした。ね、また次回の動画も応援してくれよ。また見てね。お疲れ様。